そうですね、まずは本当に単純ですけど、ビーターを持ってない方もまだまだたくさんいらっしゃるというところで、より多くの人に遊んでいただきたいというのがありました。そうですね、やっぱりすごく独特というかオリジナリティが高くて他にはないものっていうところで、特にその中で、主人公、日本だとキトゥン、出来事とか悪いこととかが ある中で、典型的なスーパーヒーローとかそういう立場とは全然違って、本当に一人のこう何ですかね、傍観者みたいな立場なんだけど、そのすごく前向き、そのポジティブに周りの人と接しているうちにだんだんとその人との心のつながりが増えてきて、その中で自然と大きい役割を果たすようになるっていうような、そういうところが何ですかね、自分と全然違う人の話ではなくて身近なところを感じてもらえるのではないかなと思いました。今はないですけど、僕子供の頃にはいたので、フレームレートも60になって、フル HD でというところは当然として、だいぶまだまだ余裕がありましたので、モデルとか街のモデルとか、あと、キャラクターのモデルもかなり、ハイレゾリューションのものに差し替えを行ってます。あと円形の処理、グラーの処理を変えたりとか、あと光源が増えていたりとか、細かいところで全体的にすごくパワーアップしています。体感するスピード感とかそういったものが様変わりしていて、非常にこう爽快感がアップしていると思いますので、ぜひ一度プレイされた方でもやっていただきたいなと思います。グラビティオリジナル発売以降、本当にキトゥンのその後のストーリー知りたいとか、ワンの中でもたくさんの謎が残っていると思うので、もちろんチームとしてもそれを何らかの形でこうきちんと描き機会が欲しいなと。